はい、皆さんこんにちは。榊篤です。今日ね、終わりましたね。もう今3時半ですけども、日経平均は477円の下げですね。2万2000円割りました。これ別にね、大したことないやんと僕は思うんですよ。それはまあ確か477円大したことないんかという話にはなりますけども、まあこの程度で終わってたらええやんということですね。で、明日もね、もしかしたら、まあ、400円を下げると思いますけど、200、300円を下げて終わるんちゃいますかね。あるいは、まあ、小動き、20、30円の上がったり下がったりで、ね、終わるかもしれません。というか、まあ、そんな大きな動きは起きひんやろうと、大きなニュースがない限りはね、と思うんですね。今、まあまあ、先物はね、73円、53円下げてますけどね、はい。ややね、面白いというか興味深いのは、WTI 原油先物がね、47.97 になってるんですね。ドルですね、これね。まあまあ48ドルですけど、50ドルを切ったところでですね、なんか安定しそうな感じになってるんですよ。これ原油価格がね、下がるというのはどういうことかというと、需要がないということなんですよ、簡単に言えば。要は石油使わへんやんということです。石油使わないというのは、要は自動車走らへんやんとか、船動かへんやんとか、火力発電いらんやんとか、そういうことになってるわけであって、まあ、経済活動の元なんですよ、原油というのは。それがですね、下がってるということは、需要が少なくなってるということは、経済活動が低下してるというふうに見なしてるはずです。で、ドル円がですね、110ぐらいでして、まあこれはまあこうまあまあそんなもんやろうなと。で、まあ今日は上海がね、今、マイナス 0.2 なってほとんど動いてないですね。でですね、今日もほんま大して動いてないなと思うのは、コスピもそうですね。コスピ見てみますと、マイナス21って、まあまあ、日本的には、日経平均的には210円とかの動きですから、まあ下がってるうちには入るんですね。まあでもそんな急激ではない。つまり日経平均的に考えたら、これ40円以上下がってもええのに下がってへんやんということで、まあ頑張ってるやんということですね。だから2054って、じゃあ微妙なところに来てますね。微妙ですよ。これ明日も20円ぐらい下がるかもわかりませんけども、まあ2000円は切ることないと思うんですね、そんなに急激にね。ほんで、ドル本がですね、1217って、まあこれもまあ支えてるなという感じがします。ちょっと弱含んでますけどね、なんかね。ちょっと弱含んでて。もしかしたらこのまま今日は1220ぐらいまでいくかもわからないけど、まあまあそれでもね、大したことはないと。ほんで明日も多分ね、そんなに大きな今の流れを見ているとそんなに大きく動くということはなさそうな気がしますね。で、まあ朝方も言いましたけども、動くのは来週後半やろうなと。それは何の根拠もないですよ。何の根拠もないけども、まあこう時系列流れてみきゃ、あと、そうですね、6日7日ぐらい例えばもっと事態がもう1回こう変わるんちゃうんかなという気がしてるんですね。だからこの流れでいけばそんなに動きはせえへんやろと。で特にコスピも上海もそう、日経平均もそうなんですけど、下げんとこという動きが強いんで、強い市場なんで、この3つは。だから持つやろなと。持つやろなと。でもね、そういう勢力もやっぱりね、玉切れを起こしますから、もう多分コスピなんて玉切れを起こしてると思うんですけど、まあそれでも頑張ってはるなという気はしますけどね。日経平均もね、もうあれですよ、多分4月5月になったら2万余ってるんちゃうのとかって、ああ、昔2万あってんな、懐かしいな、みたいな。そういう時代が来ると思います。なぜかというと、こんだけ世界経済が悪くなりかけてるのに日経平均だけ2万を守るなんてありえないと思うんですよ。ただアメリカのね、ニューヨークダウがね、今に26,957 ですけど、これがね、2万割るとかってね、ちょっと考えにくいですね。ものすごく強い経済ですから、これは割りにくいなというふうには思っています。
まあ、とりあえず今日の相場を見てはそんな感じでございますね。また明日、今日ね、またこの後大きく動けばまた喋りますけど、また明日の午前中に何か言いたいなと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。